就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。外国からの中国への直接投資が大幅に減少しており、今年の4から6月期の投資は1998年以降の最低を記録。その背景には、米中のハイテク関連の対立や、中国の対外開放への疑問が影響しているとみられる。中国国家外貨管理局のデータによれば、4から6月期の投資は約7100億円で、前年同期比で 87% 減少した。2022年には、上海の都市封鎖を伴うゼロコロナ政策の影響で、外国企業の中国に対する投資意欲が低下。2023年の1月に政策が撤回されたものの、直接投資の減少傾向は続いている。米国は半導体や AI 技術分野の対中投資を規制強化する方針を発表しており、中国の対外開放の姿勢に対する信頼感も過去より低下している。中国での新しい法律、特に反スパイ法の改正は、外国企業が中国でのビジネスリスクを感じる要因となっている。中国の経済も不動産市場の鈍化や労働力人口の減少といった内部要因により伸びが鈍化している。半導体産業などでの自前供給網の構築が進められているものの、必要な技術や部品の海外からの調達が困難となっている。監査法人トーマツは9月から AIを活用した企業の財務情報の監査を開始予定である。この新システムは過去の誤りや不正が確認された約300社の財務報告書のデータを学習し、現行の監査先企業のデータと比較することで不正のリスクを分析する。この AI 監査システムは公開財務情報を主に利用し、トーマツによればその学習方法は実務での使用に適した精度を確保している。2022年からは不正分析専門家がこのシステムを使い始めていたが、今年9月からは監査担当の会計士も直接利用できるようになる計画で、2023年度の決算監査では約100社の活用を目指す。過去10年で上場企業数は約 10% 増加し、不適切な会計のケースも増えている。 AI を用いた監査は業務の効率化のみならず、会計士の働き方改革にも寄与する可能性がある。この動きはトーマツだけでなく他の監査法人、例えばあずさ監査法人などでも見られ、 AI の活用が監査業界での新たな潮流となりつつある。男性の育児休業の取得が増加する中、その背後には数々の問題が存在する。厚生労働省の調査によると、8割の職場で代替要員の確保が困難で、多くの場合他の社員がその業務を担当することになっている。長時間労働が日本の労働文化に根付いていることも男性の長期休業を阻む要因となっている。日本の週の労働時間が49時間以上の男性の割合は 21.7% で、これはフランスやドイツよりも高い数字であり、内閣府の調査では1ヶ月以上の育休を取らない理由として職場に迷惑をかけたくないと感じる男性が 42.3%、 男性の育休取得が許されない職場の雰囲気を感じると答えた男性が 33.8% も存在する。育休の取得率が高い国の例として、スウェーデンでは男女ともに9割近くが育休を取得しており、企業は誰かが育休を取得していることを常に想定して採用計画を立てているという。日本での共働き共育ての実現には企業の働き方改革の推進が不可欠である。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。